関西大学カイザーズの試合をお届けいたします。非常に注目のゲームだと思いますけれど も、ね、78回を隠される定期戦って素晴らしいことですよね、はい、歴史も素晴らしいし、戦績を拝見してもね、国本パスを選択、ターゲットを探していく、ここで捕まった、素晴らしい。44番の鈴木レオ、4年生です。今のもお手本みたいなプレーでした、はい、さあ攻守が入れ替わって、関西大学ファーストダウン10の攻撃、一つフェイクを入れて須田逃げていって奥を狙っていくが、これはどうか、パスはヒットすごいなこれ、ワイドルシー横山といいコンビネーションね、はい、さあ敵陣に侵入して須田そのまま持っていって、行っちゃいました、自らボールをエンドゾーンに運びました。タッチダウンです。今のも冷静でしたね、素晴らしいですね、はい、あったのはちゃんと見極めながらの加速が素晴らしいですね、ここも同じようにして、今度は35番の前川ですか、この2人のことをね、磯田監督おっしゃってましたよね、はい、したはい、セカンドワンの攻撃、山崎に持たしていって、うわ早い、このまま外を駆け上がっていってタッチダウン、早いですね、堂々たら2年生ですよ、はい、本来ですと中を行こうとしたの、どういう形で突破できるのか早稲田大学、さあここでランを選択していって、ね、はい、安村ゴリゴリと進んでいきました。そうですね、まあ、一瞬崩れてラインとしては止まったように見えましたけどね、はい、さあ自陣46ヤード地点まで来ました早稲田大学、奥にパスを投じていってパスはヒット、ターゲットになったのは8番の入江3年生です。少し心配な落ち方をしましたが、タックルした方がいたんですよね、はい、さあここでもプロアイです、アイフォーメーションを選択していって、入りました、こちらですね、タッチダウンです。エンドゾーンにボールを持ち込んだのは92番の工藤、はい、通すっての難しい、走ってしまうなら簡単な話ですね、はい、さあここで前川にまたボールを持たしていくが、ボールはこぼれているぞ、リカバーしたのは早稲田大学だ、うわー、ルーキーのミスですね、はい、ナイストラップレーですね。さあファーストダウンを更新して早稲田大学、国本パスターゲット探していて自らボールを持ち込んでいきます、1人2人3人とかわしていってロングゲイン見せてきました国本、でもしっかりさせていきました、はい、さあ山崎にトスをしていきます、抜けていってゴールラインまで目前といったところ、ファーストダウンを更新しています。本当に守備側のパスインターフェアを取れました、でこれエンドゾーンでしたからゴール前1ヤードからですかね、はい、アイフォーメーション、はい、前川タッチダウンを取っていきました、ルーキースコアですよ、はい、須田がすぐ駆け寄って込みましたね、はい、さっき多分ねコーチに、そして関西大学のキックによって試合が再開します。ここも転がしてきました、早稲田大学リターンしています、大きなリターンをさせまいと、ファンブル、ちょっと少しボールがこぼれているようなアクションがあり、ターンオーバーを起きています、関西大学がリカバーしました。さあ関西大学ファーストダウン10の攻撃ですが、ここはワイドオープンで空いていて、ってましたね、一発で持っていきました、関西大学タッチダウン、なぎが50番にして番号変更だということで、磯田さんがおっしゃったことは本当だったんですよ、はい、国本右にロールアウトしてなんとかこう投げていったんですけれども、ね、そういうことが冗談かと思いました、今こう関連側もオフェンスラインがややオタオタしてしまっている、その結果ホールディングをしてしまっている、はい、さあここで前川へのスクリーン通していって、前川はまだ倒れない、ファーストダウンはもう更新した、スーパールーキーですね、ファーストダウン、ね、はい、サードダウン4、須田ボールを抜いていってパスを通していきますが、これは少し逆リードになったか、はい、器用ですよね、はい、まあ、パトリック・マホームズ的な、はい、ね、体型です、お少しスプレたでしょうか、低いボールでし、はい、ドキドキしましたね、はい、フィールドゴールは成功です、シュート切り込んでいて、
ファーストダウン10の攻撃、クリムトミドルにパスを投じていって、これ前半もあったプレーですね、はいはい、クリムト自信を投げてますよね。ファーストダウンを更新して敵陣に攻め込んでいます。早稲田ここも花宮にボールを持たせていきます。ラインを信じてよく見えてますよね、はいはい、さあサードダウン6、花宮にボール持たせていきますが抜けていく抜けていく抜けていく、エンドゾーンに持ち込んでいきました。タッチダウン、サードダウン10の攻撃、決め切ることができるか、パスは成功。長身でなかなかな魅力のある選手ですよね、はい、パスを投じていってしっかりと決めていきました、はい、ですね、上野へのパスタッチダウンです。早稲田明治どうでしょうか、まず2ポイントランを選択、来ましたね、花宮に持たせていってそのまま中央ついていきました、ね、いいですね、盛り上がってきました。ヒートアップしている模様。しかしスバルはボールハンドリング上手な選手を並べてますが、オンサイドキック蹴っていってボールが高く跳ね上がったか、いいキックでしたね、非常に綺麗なオンサイドキックでしたがですね、はい、さあラストプレー、サックでした、クォーターバックサックです。バラドでしたか、91番、はい、まあ、こういう時はね、いかにもパスを投げるということを分かりきってますからね、はい、さあここで試合終了となりました。早稲田大学は21点、そして関西大学は31点で関西大学の勝利となりました。さあ試合を振り返ってみて、はい、星さんいかがでしたでしょうか。前半クォーターバックの8番須田啓太、まあそうでしょうね、はい、間違いない感じですね、はい、よしよしで素晴らしいプレーを見せましたし、なかなかやっぱり遠征してきただけの、まあ、僕らもいいものを見せてもらった感じがしますよね対する早稲田の堤はね、何回ご紹介してますけどね、あの中央でいい守備いっぱいしてましたよね、はい、はい、早稲田大学はベストプレーヤー賞はディフェンスライン95番堤翔吾の受賞という形になりました。